ここまで来たのに、長富山温泉でトイレに行ってからゴーグルを回してませんでした。頑張って走ってきたのですが、今日は漁船が満潮です。あ、なんか熊犬がいた。またなんか食おうとしてた。今度私を狙ってた。実は熊犬とは本日2回目の遭遇である。キーさんのバイクに飛びかかってきたのですが、ゴープロの録画ボタンを入れ忘れており、衝撃の1回目は撮影できていません。なんか潰れてる。おお、見えない。騒がしになってたね。寝がかりかもしれんけど。地球が釣れてる。そんなことないやろ。この筋50年ぐらいのおじちゃんやった。50年ぐらいで地球が釣ってる。向こうの島々は何やれ。ここから峠を登ってみたいと思います。何があるのでしょうか。何があるのかな。近づかんとは私がカメラに入らないぞ。ちょ近づきました。あなた時々急に止まるから怖いのよ、近づくとさ。いや怖い、不意に止まるから。港が見えました。おーっと、ヘアピンカーブです。ヘアピンカーブ。またしてもカーブです。漁村を一周してきた感じです。ここもうすぐクジラ資料館のところ。行くよ。はい、のどかな漁村です。先週来た時よりの匂いが少ないです。先週すごかったね、匂いが。やばい、狂犬が来てる。ちょっとおじさん、もうちょっと綱短く持ってくれない。その子危険なんだけど、ほら見てるし、もう怖い。ほら狂犬、怖い。狂犬だよ。食おうとしてるから。レベルが嫌いなのよ。今日はなんか村人が活発ですね。うん、こないだ人いなかったんだけど、すごいなんか船が上がってきたんだ。船が戻ってきてるね、港に。うん、朝の漁から帰ってきた、ね。今頃戻ってくるね。かっこつけて曲がんな。こんなとこでかっこつけて曲がんな。いつかこけるよ、また。また。今度トンビが上から狙ってる。ああ。何？すごい音がね。え？鼻息荒い音がね。あ、私？鼻息は出してないと思うけど。
暑い。ちょっと目切れで怖いわ。涼しい。